はい、今日の一品です。まずはストローを短くカットして置いておきます。そしてうずらの卵、水にですね、真ん中辺を左右から切り込みを入れて、これを上にずらします。こんな感じですね。そして先ほどのストローをちょっと潰して楕円のような形にして、黄身が見えるように取っていきます。はい、これで完成です。うずとらまん、お弁当にどうぞ。